いよいよこう最大の勝負の大会というか、1986年のメキシコワールドカップ予選が始まると。だから84年のさ、その、まあ、ロスのオリンピックダメでした。で、また新しいチームを立ち上げます。で、森さんがやっぱりメキシコのワールドカップ予選のところ、まあ、本大会までもう一回チャレンジしますみたいなところになって、そこから新チームになって、まあ、韓国、さっきウィキペディアに出てた、俺のところに出てた日韓定期戦で、俺は A マッチ初ゴールっていうのは、それを見て、そうだったんだっていうふうに思ったけど、覚えてなかったんですか、それ。覚えてないんすいか。や、点は覚えてるよ。点は覚えてるけど、なんだ、初ゴールだったっていうのは、ちょっと俺の記憶の中にはない。で、この日韓戦は、チャムシルのこけら落としだったのね。そうですよソウね。ルオそうリンなんピだ。ックの予選、へえ。ソウルオリンピックのスタジアム、チャムシル、なるほど。競技場ができて、で、それのこけら落としで、俺たちが行って、日韓定期戦やって、で、その時に和志さんの確かフリーキックと、ああ、そうですよね。で、俺がボレーを決めて、勝つ。勝っちゃうんですよ勝ね。つ。そう、初5め対て1勝ったんじゃないで。かな。で、それはあれだよ。俺のゴールもフリーキックなんだけど、ハーフウェイラインぐらいからフリーキックで、早くリスタートすればいいのに、もう日本ってそこからもうセットなんだよね。そうなんだ。蹴って、原さんがヘディングして、で、俺がそのボールに走り込んでトラップしてドンって決めるんだけど、もう今考えると、いや、そこはもうすぐスタートじゃないのって思うよ。なんでそこセットするのっわていざわう。ざ時間かけてね。いや、原さんがいたからじゃないですか、それこそ。そう、でもそれだけストロングポイントがやっぱりはっきりしてたので、まあそこでやっぱりゴールを取って勝つんですよ。でもめっちゃ気持ちよかったけどね、アウェーで。もうヘディングのボール、つま先の先でちょんってこう優しく落として、浮いた球をドーンと逆サイドネットに右で決めるんだけど、めっちゃうまいよ、このボレーは。その感触がすごい覚えてそれすげえな。る。それぐらいだな。ありますから、まだいっぱいありますよ、その話、まだまだありますから。まあでも本当に良いチームだったと思いますよ。まあ、でも仲良しで、嬬恋で合宿やるたびに楽しかったもんね。やっぱ松木さんがムードメーカーだったんですよ、松木安松田木さんとが。か、まあ、津波とか、読売やっぱりグそループや。こ、そう、やっぱりその雰囲気を作るのもそうだし、まあ俺なんかもこう津波たちの話を、なんだろうな、僕たちはサラリーマンみたいな感じで、まああとは嘱託の社員にはなったけど、その読売クラブの人たちとの何なんか雰囲気とかそれは違うわけよね、やっぱり。ああ、やっそうぱでりすよね。ね。育ってきてるサッカーの環境もそうだし、チームの環境も。だから、あいつらの話を聞いてるのがめちゃ面白くて。なるほどね。あとは、その頃、すごい覚えてるのは、加藤久さんが、九多さん。分確かその時もなんか執筆じゃないけど、なんか書いてたんだよね、ずっと。本を？本か、あと、その時もう教授やってたかな、九やってさんない多か分、早稲田のね、先生やってたから。な。すんごい勉強してんの。もうトレーニング終わってご飯食べた後とか。だからそれはすごい覚えてる。で、嬬恋はその時ってこう、ロッジみたいなのに泊まってて、4人部屋とかそんなような感じだったので、なんでこんなとこでずっと勉強してんだろうとか思って。そうの、なんだ。後々そうか、やっぱりこういう人はこうなるんだっていうふうに思ったね。その時はすごい面白かったよ。嬬恋に行って合宿して、トレーニングして終わってみんなで談笑して楽しくてみたいな。それで日当もらえてみたいな。いいことだらけじゃんみたいいや、ほんとそな。でもそれ一番理想ですよね、チームとしてね。だからもう森ファミリーって最後の方は言われたけど、やっぱりそういう雰囲気を、まあ、キャンプ中もそうだし、まあ、やっぱりみんなが常にコミュニケーション取ってやってたなっていうの。まあその、まあ、筆頭というか一番中心にいるのは当然森さんであって。で、森さんってやっぱ人を引きつける力とか、人を何、その気にさせるとか。そうとか、みんなを見てるとか。で、スタッフ、他のスタッフたちもみんな森さんってなるわけよ。それもすごいよね。この人のためにっていう感そうじにそうなる。そうそう。そういうのはすごいある。でもそれ名称の条件ですよね。大体みんだなと思選手言いますもんね。あの監督のためにって大体言いますもんね。ああ、でも本当そうだと思うよ。やっぱり予選を通じてそれはすごく感じたもんね。でも最後の方には俺はなんでだよってちょっとなっちゃうんだよね。それちょっと意味深な発言がちょっ意味となん深なか発言面で白すそうだな、そね。れ。ちょっとその前に、
このワールドカップアジア予選なんですけど、東アジアの枠が当時1しかなかったんですよね。あ、そうそう、うん、西アジアに1、東アジアに1みたいなルールですよ、ね、うんうん、だからもう韓国一騎打ちみたいな、うん、ただ北朝鮮に勝ったのを史上初めてって書いてありますけど、あ、そう、だから北朝鮮よりも韓国みたいなところのイメージはあるんだけど、うん、北朝鮮も俺たちの中では、うん、まあ、手ごわいというか、うん、それこそ、まあ、その前でも多分歴史は話されてたと思うから、うんうんうん、ああ強いんだと、勝ったことないんだみたいなところはあったよね。いやだってね、僕ね正直あの予選ってずっとテレビで NHK でやってたんですよ、日本のゲーム、うんうん、で俺もそれ見てて、北朝鮮の方が韓国で強いんじゃないかって思ったぐらいすごいチームでしたよね。だってフィジカル的な強さは、まあ、韓国もそうだけど、うん、やっぱりそういうのはすごくあったもんね。ありましたよね。しかもあれですよね、平壌のキム・イルソン競技場で試合したんですよね。そうだよ、先に日本でやってから行ったんだよね。うんうんうん、あの国立でやって、原さんのゴール決めてから行ったんですね。そうそうそう、 勝ったじゃない、うん、国立でやって、はい、雨ので、原さんのえっていうこう度肝を抜く相手のスライディングを浮かすという、浮かすってね、浮かすというね、原さんの名言のね、ボールが止まって見えたっていうねあれはね、西村さんがパスを出してるんだけど、うん、まあ、ちょうど水たまりで実際ボールはね止まったんですよね。そう、実際止まってんですよね止まって見えたんじゃないんだそう、止まったで、それを原さんが浮かして、浮かしてね、まあ、華麗に決めるかなと思ったら、最後の最後もスライディングシュート、ね、岡野みたいですね、それそうそうそう、うん、それで勝って、その後北朝鮮に渡るの。それがまあ大変だったんですよ。まずは人工芝だということが、うん、まあ、判明し、うん、キム・イルソンスタジアムは当時あんまり人工芝ないわけですよ、そうですよね、日本にどこにあったのか、どっか1個ぐらいあって、うん、そこに練習しに行ったこともあるし、うんうん、日本にいるときね、うん、あとはスパイクをどうしようかっていうことになり、あ、そうですよね、はい、なるほど。で、普通のスパイクじゃダメだっていうことになり、うん、まあ今では当たり前だけど、こうイボイボがいっぱいついてるようなトレシューがあるじゃない、うん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 、あれをアシックスだったと思うけどな、うん、作ってくれたっていうか、そういうのがあるみたいな感じで、うんうん、そういう靴を試し履きしながら人工芝に行ってやったりとか、うん、そういういろいろ、まあ、こう情報を入れられるだけ入れて、うん、対策はして行ったですよ、うん、行ってね。キム・イルソンスタジアムでやった試合っていうのは本当超アウェーで、うん、まあどうするみたいなどうするっていうね、圧力が、圧力がなんかもう、うん、あれじゃないですか、もう試合と別のこと考え始めちゃうじゃないですかいや本当本当そうなんですよ、ね、そうだから、ついてそこから、まあ、トレーニングしてホテル帰ってきてっていう繰り返してて、まあ、試合当日までっていうのはなかなかどういう状況なのかわからなくて、うん、ただいっぱい人が入るだろうっていうのは分かってたけど、うんうん、ピッチ見に行った時にすごく昔の人工芝だから、もうやけどしそうな、やっぱりすごく硬くて薄いやつ、散水してもらわなきゃ困るって言って、で試合前に水をまいて撒くからっていう話になってたんだけど、当日だな、試合が始まる前になってもう全然水をまく気配なく、で多分相当言ったんだと思う日本側から。そしたらなんか散水車みたいなのが来て、なんかシャーって撒いてスーって帰ってくる、いや巻きましたみたいな、うん、なるほど、分かったよ。そこで試合をやったわけですよ。もうものすごい攻められまくり、耐える展開、俺たちシュート、いや本当、うん、でその時あのゴールキーパーが日本高官 NKK の松井だったんですけど、死ぬほど防いで、防いでましたよねめちゃめちゃセーブしてましたよねいやすごかったよね、見た、見ましたよ見ましたよあれすごかったね、鬼神のようだってまさにあのこと言ったなと思うぐらいのねだってもう絶対入んないって本当思ってたよ俺、神がかってましたよ本当に。ほんで和石さんは相手とぶつかって、うん、そのままこう飛んじゃって、人工芝に頭ぶつけてこう意識がなくなるみたいな、やっぱりなんか壮絶な戦いで、うん、そのまま和石さん救急車で病院行っちゃったから、ね、あ、そうなんですね。でもそういうなんか激しさとかもあったし、うん、まあ、それこそ松井の神がかりの成分もあったし、うん、まあ本当に超アウェイっていうのはこういうんだっていうのも もちろん感じたし、まあ、ワールドカップ予選を出るのが俺は初めてだったので、うんうん、まあ、すごいやっぱり大会を目指す、どこの国もやっぱり行きたいんだなっていうのと、まあ、それだけのことを勝ち上がっていかないと
ダメなんだなとか、いけねえんだなと、いや本当になんかそういろんなことを考えたね、うん、いやその水沼さんのにとってそのワールドカップってそのどのぐらいのそのなんだろう身近に、いや現実的なものじゃなかったな、うんうん、実際やっぱりでも出たいっていうもちろん気持ちはあるけど、なんかちょっと現実離れした感じもあったんですか、なんか。あ、それもあった。でも一回そのロスのオリンピック予選は一瞬でも戦ってたから、うん、少しイメージはあったか、うんうんうん、なんかこうオリンピックっていうのはメキシコ以来出てませんよっていうのがあったから、うん、やっぱり自分たちがその、まあ、何歴史を変えられるチャンスがね、うん、出ればあるかもしれないって当然自分で意識してたし、うん、思ってたし、うん、でワールドカップになったら今度ワールドカップ一回も出たことがないと、うん、で実際にテレビで見てた舞台に行けるのかなっていう、こう、まあ、本当の自信にはやっぱりならない、うん、あ、なるほどね。やっぱりそこはまあ俺の弱さかもしれないし、うん、まあ、その森さんのチームの中で本気で行けるとかもちろんこう思ってる人もいるし、もしかしたら半信半疑だった人もいるかもしれないし、こう本当の自信を持ってるところまでは俺は言ってなかったかもしれない、うん、なるほどね。だから弱いしダメだったと思う。ただ予選を戦っていく上で結局最終的にはさ韓国と一騎打ちになるわけだよね。そこまで行ったら俺たちはいけるかもしれないし、うん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 、行かなくてはいけないし、うん、行くんだっていう気持ちに変わったよ。あ、そこでようやくそういうふうになるってことですね、うんうん、まあいろんな右翼曲折があって、うん、まあいい試合もあれば悪い試合もあって、うん、自分の中でもこういろんな自信がつかめてくるプレーがあって、うん、代表での和志さんとの関係でもうあうんが出来上がってきててとか、まあ後ろのこう、まあ、センターバックサイドバックはもちろん後ろの人たちのこう信頼も得られるようになってきて、うんうんうん、っていうのはあって、で森さんのこうチームという部分での一体感も相まってきてるの で、ね、うん、まあ、そういう部分ではだいぶ成長してきてるチームだったから、やっぱ韓国とやるときには俺たちはいけるっていうような戦いでいったよね。あの一体感の話でちょっとすげえ面白いエピソードだなと思ったんですけど、アウェーの北朝鮮戦に北朝鮮手の松木さんを連れてったっていう、うん、ああ松木さんがもう泣きながらボトル運んだりこうやってたいやそう本当にやっぱり森さんはその一体感を大事にしたし、うん、そういう選手たち、まあ、陰で支える人、うん、まあ、ある意味そういう人たちはたくさんいてもらった方が多分いいんだよね。アウェーで難しい環境になるからね。そうですよね、だからそういう部分では確かねカラオケのねセットみたいなの持ってってたんだよ、チームが。このぐらいのさ、ガチャって入れてやるカラオケボックスみたいな。ありました、ありました。多分それを持ってってたような気がする。そういう、やっぱり、リラックスルームみたいなのを作って、うんうん、やっぱりそういうところでこう歌を歌いながらみたいな、うん、なんか作ってて、で、北朝鮮の試合が終わった日に、団長さんが真っ先に、鉢巻きして歌ったいやそういうなんかことをの、まあ、ノリっていうか真剣勝負のところリラックスするところみんなでこう、まあ、バカ騒ぎじゃないけど、うん、そうやって盛り上がるところのメリハリがちゃんとあってやってたような気がする、ね、なるほど。そして北朝鮮を下し、うん、本体韓国、まあ、韓国戦はそれこそあれちょっと待って北朝鮮戦って香港戦の後でしたっけ？香港戦の前です。香港戦の前だよね。香港戦やって、香港やって、そうそうそう韓国。いや、俺だからね、香港に勝ったの俺すげえと思ったんですよ。なんか香港って当時なんかセミプロでしたもんね、もうね。そう、多分香港は香港リーグがあったので。ね、まあ、しかも当時まだあの中国に返還されてないから、結構イギリスのね、ああ外人選手とか行ったりとか。そう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 。ね、なんかほとんどそういう選手が多かったと思う。だから結構なんかレベルが高いな、香港はみたいなイメージはなんとなくあって。で北朝鮮に勝ってもまだ香港がやっぱいるのかみたいな感じでまだまだ俺の中ではメキシコが遠いのかこれはって思いながら見てて、あでもそうだ、ね、香港にも勝ったこれはすげえって本当に思った記憶ありますもん。香港とやった時に多分神戸今のエスタがある神戸中央競技場でやった時に和志さんとのめっちゃいいスルーパスからのゴールとかね、めっちゃ覚えてるんだ、香港第1戦 3-0、うん、第2戦 2-1 だからこう、うん、あ、じゃあ 3-0 はあれでしょ、うん、神戸でしょ、やったのそれ YouTube に上がってたらめっちゃいいんだけどなすごいよ、だって
西村さんからね、和也さんにボールが渡った瞬間っていうのは、うん、俺がそこにボールが行ったなっていうのだけは確認してるんだけど、うん、後ろは見ずにもう走り出すの、ね。へえ。どういうランニングコース取ったんですか、斜めに縦に走るのね、うん、ボックスに向かって右からちょっと入っていくみたいな、うん、で、和也さんはセンターサークル右手でちょっとボールを受ける、うん、で、和也さんが西村さんから横パスをポッともらった瞬間に、うん、俺はジョギングしながら渡った瞬間にスピードアップをガッとする、うん、縦に、うんうん、だから縦に走るから後ろから本当にスルーパスが俺の足元ぐらいにスーッと出てくる、目と目も合ってないんだよ。おお、水が走ったところに来るボールが来るみたいな感じなんですね。そうだから俺はもう信じてるから絶対見てくれてると思ってるし、こうやってパッと見たらなんとなくこう分かるじゃない。だからそこも相手には分からないように、うん、自分はただ走るスピードの緩急だけをつける。で、和志さんはその上げたタイミングで出す。で、そこからキーパーと1対1になって、うん、そのボールをワンタッチで、出たボールをワンタッチで左足のアウトで流し込むんだけど、うん、まあ、それはめちゃ素晴らしい。いや、それ、もうそれすごい。それ見たいですね、それね。あ、ぜひ、上がってたら見てください。あ、それはいいです。そうだ、当時は香港って強いなんだろうなと思った。その香港にね、快勝だったから。快勝ですよね。日本からたくさんサポーターの人が見に来てくれてて、俺たち勝ったから、うん、そのスタジアムのそのサポーターの人たちは周りに囲まれて、うん、外に出れなくなって、まとまって帰ってくださいみたいな感じで集団で帰っていったみたいな。あ、そうなんだ。だって北朝鮮戦のホームで勝ったやつだってアウェー感なかったですか？あったんです。すごいあったよね。だってね、日本の人より多分あの北朝鮮の応援団の方が多かった感じがありましたよね。そうそう、バックスタンドとかすごかったもんね。そうそう、だ、何人か知ってる人たちもそれこそ、まあ、香港にも来てたし、うん、まあ、その前の北朝鮮の時にも選ばれし、それこそライターの人たちは、うん、記者の人たちは選ばれし人たちしか来れなかったんで、ね、そう、4、5人ですよね、帯同してた、帯同してたよね。で、その人たちもそのさっき言ったこうみんなでカラオケみたいな感じでうわーってなってるところにも来てるんで、うん、あ、来てるんですか。だからもうチームだ。もうそれファミリーじゃないですか。もうライターもファミリーだし、ファミリーだな、メディアもね。帰りがなかなかこう帰れなくてね、飛行機飛ばなくて飛ばなくてね。はい、それも聞いたな。じゃあ韓国戦は今度話しましょうか。To be continued ですね。To be continued。 まだまだ続きますよこれ。